えー、ウィンファイブやっていきます。えーと、先週はですね、あのー、私の職場の人があ出資してるキャロットのね、レイ・ペパレが勝ったということで、ちょっと驚きましたけど、前行って、えー、59秒8でもあれだけね、強い、えー、前行って強いんでね、はいで、本人にはおめでとうとは言ってないんですけど、まあ、おそらく現役最強馬じゃないですかみたいなふうには言ってね、まあ、本人もうウキウキでしたよね。これからだって走るたんびに、 無事だっったららお金入ってくるわけですからねあのあのまあまさかねアーモンドアイがいなくなってねあんな強い馬出てくると思わなかったですねやっぱヒンバーの時代ですねディープはーボバよりヒンバーボバが,が若干なんか松熟、えー、っぽいところがあってヒンバーの場合は小馬になってもやれるのかなと思いますねであと日韓現代の方で、えー、中部の方は発売されないと思うんですけど東 関関東圏と関西圏と西はね、えー、競馬大学ってていううのののがが臨時の350円のが出てるそうなんですけどまあ、これ、はアマゾンでね、こっちの方買えないんですけど、アマゾンで買えるようなので、売ってないんですけど、アマゾンで買えるようなので、買おうかなと思っております。結構ね、内容が面白いそうなので、えー、注目してみてください。はい。えー、それでは、えー、ウィンワンからいきます。えー、ウィン、印刷特別だと思いますけど、えっ、ー、と、まずね、ここね、2番の、ワンダーラジャー。 えー、中山ダート 2, 2勝2着3回3着1回ということで,で今回ねクラスですよね問題はクラスの流れに対応できるかどうかそこだけでしょうね、はい、でここはねちょっと2頭でもう1頭穴目で、はい、カズマーク戦、えー、これはねダート戻りであってで今回叩き戦2戦目で初ブリンカーします今回。で えー、中山ダートね、2、4、え、は、ー、2着、1回走って2着あるんですよね。まあ、この時、えー、外人さんが乗ってましたけど、マーフィーさんだったかな。えー、で、前回ね、えー、16キロプラスだったんですけど、今回絞れたそうなんで、どこまで絞れてるかっていう、そこだけだと思います。えー、なので、ね、このカズマークさん全く人気はなさそうですけど、ここね、えー、2番と5番で、 いいいきたいと思います、はいえー、ウィン5の2つ目、えー、ハンブルクカップになりますがまずねここはヒートオンビート、えー、今回ねこれ研球所戦になりますともみち9になるんですかねルメール騎手に,な,になんですがまあここ3戦ね足を余してると22とか、えー、2400でも足を余してねる、えー、っていう,う そういうタイム差なしの感じになってますよね、勝ってもね。なのでね、2、6がね、はまりそうかなと思う。ただ、トップハンデタイのね、55キロ、そこだけが鍵かなと思います。はい。まあ、勝つにしてもね、タイム差な、あんまないと思います。はい、えー。で、8番のメロディーレーン、これはもう51キロが魅力。あのー 軽い馬なんでね体重が軽い馬なんで、この筋量はいいだろうっていうことですよね。で、体制トレールに関しては、これ、重症では、えー、重症とは別に、オープン特別に、えー、関すれば、これ、参戦して、す、え、べ、ー、て3着っていうことですよね。あのー、体制トレールは、なので、馬券的な軸としても、今回も馬券圏内来てもいいんじゃないかなと思いますしね。 えー、なのでここはね8番14番5番、えー、3頭で、えー、行きたいなと思いますはい、えー、ウィン5のー3つ目ですね、えー、新潟のメインになりますがここはねあやむ早すぎるとかヒルノサルバドールとかもいますがここねジョー・ホレスト一択にしたいと思います、はい えー、3番、えー、ジョー・ホレスト、はい、これはね前奏ですね、えー、4着だったんですけど前奏がね、はいえー、ちょっと一息空きましたけど休み明けで、はい、前奏勝ち馬アポロ・ビビが、えー、その後ねオープン勝ちしてますでその2着3着も減給を卒業してると。 ということでハイレベルだったと、超ハイレベルなあ一戦だったと、その4着だったと。で、ジョー・ホレストの場合は4着だったんだけど、勝馬のアポロ・ビビが、こう、前に入って、あのカットされたっていうんですかね、えー、これ、塞がれたんですよね、前を。ということで、ここだったら多分、順番としたらね、 もう勝ち上がっていいんじゃないかなっていうことで固定したいなと思うのはこれは新潟の戦にはね、えー、昨年の5月ですかね未勝利勝ちの舞台だったんですよでその勝ち方も3馬身半差の部位だったのではいえー、っとここには馬中乗ってないですけどその前あたりですかね未勝利勝ちがあるんですけど新潟の、えー、ここの舞台同舞台だったんでね はい。なので、えー、情報レスト、ここは一等固定でいきたいと思います。はい。えー、ウィン5の、ブの四つ目ですかね。中山のメインですが、えー、最初ね、グルービット考えたんですけど、前奏がですね、小倉の荒れたババでの、あっ、結果だったんですよね。荒れたババの方が向いてたのかもしれないですね。もしかしたら、ね。 ということで、ここでスピード決着になったときにどうかっていうのと、石橋騎手に乗り換わってる、まあいろんな条件あると思うんで、ちょっとね、厳しいかなと。えー、まずね、11番のジャンダルム。これはね、戦2が初めてなんですよ。戦2が初めてでも、前走ね、重傷の戦4で3着してるようにね、いきなり戦2でもね、これマッチすると、可能性もあるのかなと。で、あとはですね、 えー、7番のアルピニズム。これはね、中山走るんですけど、本来。中山走るのに前走出負けして、内枠で動くに動けずだったんですね。でも水曜日で一番時計を叩き出していたんで、これは面白いと思いますね。巻き返すんじゃないかなと。前走の大敗してますけど、本来中山でも結果出てるんでね。えー、もう一個ね、えー、1番のマリアーズハート。 にしたいいと思います中山芝はね3勝で2着1回、えー、オール連帯してるんでで前走厳しい展開でったっていうのもありましたしで除外があったんですけど今回はね予定通り調整がいったっていうことで、えー、中山走る舞台なんでねこれが勝ってもおかしくないかなということで、えー、ここはね1番と、えー、7番11番ですね。はい えー、この3頭で、えー、行きたいと思います。はい、えー、大花賞、えー、ウィンファイブラスト大花賞になるんですが、えー、と、まずね、ソダシはね、えー、まあ、抜かせないような強さもあったんですけど、ジュベナイルフィリーズ。あの、私ね、どちらかというと、里トレイナスの方が、 えっと思います。えー、里のレイナスの場合はね、オークス向きだとは確かに言われてますし、そう思います。見た感じね。えー、で、これ、エンジンがかかり遅くオークス向きも、あのジュベナルフィリーズに時にですね、あの荒れたうちをね、えー、伸びてたんですよね。はい。で、それで、まあ、あ真ん中のから来たソダシにかわされただけなんで、で、 今回ね、外枠に入るんで、大外っていうのだけ課題ですけど、外枠の分ね、あの、いい馬場は走れると思うんで、えー、で、ギアチェンジがね、良くなった、強くなったっていうふうにルメールも言ってますし、えー、女子がね、アパマネーより迫力があるって言ってるんでね、この大花賞でも馬券になる、えー、まあ、勝つ可能性あるんではないかなと。オークスはこの馬はね、必ず馬券になると思い、思ってます。はい。で、あとは、 えー、赤い鳥の娘、隣の育ちを見ながら行けるっていうことで、えー、カチウマは、えー、この2頭と、あ、もう1頭、アールドビーブル。はい、10番のアールドビーブルは、謹慎にフサイチコンコールドがいるんですよ。フサイチコンコールドといえばね、キャリアの浅さで、えー、G1 勝ったっていうのはあれ、あってですね、今回3戦目です、アールドビーブル。このね、謹慎にフサイチコンコールドがいるんでね、いきなり、 G1 勝っても不思議じゃないなと思えてきたんですよね、前走マイナス18キロで、で木曜の計量時でさらにマイナス2キロ、究極の仕上げで絞ってきたと思うんですよね。で、初戦ね、あの京都不良マイルで34秒9だったんですけど、これは京都不良マイルで史上最速タイだったらしいですね、34秒9がね。で、2戦目のクイーンカップが歴代3位のーレースタイムで1分33秒3で、 えこれも勝に等しい2着でだったんでんこの馬面白いと思いますね久々に出ムるメの馬券があってもいいのかなと思うんですが、はいえー、穴ならね馬券的な穴ならミニアイルすべ、あのー、てねこれ成績見るとね出遅れてるんですよね出遅れ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 ,出遅れ <laughs> まともに出たらこれ面白いと思います でシゲルピンクルービーはレーヌミノルっぽいようなキャラの,のような気がしてるんですよね。カブールと見てる人多いと思いますけど、あとはソングライン、屋根がね、あ池添騎手が、えー、天のりで、えー、2勝してます。今回も天のりです。初めて乗ります。ということでね、ここはね、あのー、先ほど挙げた3頭、サトノレイナス、えー、アールドビーブル、えー、赤い鳥の娘ということで、えー、18番、10番、 えー、5番、3等でいきたいと思います。